ウラド・ウィット・フォードはアメリカのロックバンドエアロ・スミスのメンバーでリズムギターを担当。1970年に高校を卒業後、バークリー音楽大学に進学。地元のバンドに参加するようになり、1971年にレイモンド・タバーノの代わりにエアロ・スミスに加入した。その後、エアロ・スミスは1970年代に最も成功したバンドの一つとなったが、 1970年代終わりに、その成功は、次第に小さなものとなり、1981年に、脱退して、デレクセント・ホルムズとのコンビで活動を始めたが、アルバムを1枚出したのみで解散した。同じくエアロスミスを脱退していたジョー・ペリーのツアー、ザ・ジョー・ペリープロジェクトで活動した後、1984年に2人はエアロスミスに復帰。その後、 アルコール依存症からの治療を続けながらメンバーとして活動を続けた。1994年のアジアツアーの途中で家族の病気で一時ツアーを離脱した。ジョーからは俺よりギターが上手いと信頼を寄せられている。また愛車フェラーリでの交通事故により手術をしたため2009年夏のツアーを1ヶ月ほど欠席した。ありがとうございます。